世界樹の迷宮シリーズ世界樹の迷宮 V 長き神話の果て世界樹の迷宮 V 長き神話の果ては2016年8月4日にアトラスより発売された任天堂 t e ー d 3DS 用ゲームソフトアトラスのダンジョン探索型 RPG 世界樹の迷宮シリーズの一つで2012年に発売された世界樹の迷宮放電賞の巨神から4年ぶりのナンバリングタイトルとなる シリーズでは初となる限定版が同時発売され、限定版にはアートブックなどの特典が同梱されている。本作ではこれまでのシリーズとは世界観を一新し、アルカデアと呼ばれる世界が舞台とする。シリーズ中でも特にキャラメイクのシステムが充実しており、たくさんのキャラのレベルアップをスムーズに行う手段にも恵まれている上に攻略の際に、 特定の職業を必要とせず難易度変更のオプションもある。そのため、シリーズ作品を初めて遊ぶなら、この作品を推奨するとする文献もある。世界樹のふもとに存在する町、アイオリスに存在するアルカディア評議会から長き年月を金属地とされてきた世界樹東派のオフレが下された。オフレを耳にしたアルカディア各地の冒険者たちはアイオリスに集い、 世界中の迷宮に挑む。ゲームを開始すると、プレイヤーはアイオリスにやってきた新人冒険者として、ギルドの名前を設定し、プレイヤーキャラクターたちの種族、職業、カラーリングボイス名前などを自由に選択し、パーティーを組んで冒険に旅立つことになる。前作に引き続きすれ違い通信による、ギルドカードやキャラクター等の交換も行える。 ボイス本作ではキャラクターにボイスを設定することが可能となっており、以下の声優が担当する40種類の中から選択できる。青井翔太、荒井里美、石田明、大川徹、大橋彩香、河原義久、久野美咲、佐江賀美月、佐藤拓也、瀬戸正美、田中敦子、鳥海康介、中田浄二、名塚香織、花江夏樹、早見沙織、 ハンメグミ、ヒカサヨウコ、ヒダカリナ、ホリエユイ、村瀬歩美、大ダイエーツバサまた、公式サイトで公開されている、QR コードを読み込むことで、NPC のうち、クエストなどで戦闘に参加する者の,のボイスを選択する、ことが可能となっている。迷宮を探索中にエンカウントし、戦闘に突入する。古典的なコマンド選択式になっており、 各キャラクターのスキル等を駆使して戦っていく。行動によって冒険者の各自のユニオンゲージが溜まっていき、100%になると強力な効果を持ったユニオンスキルを使用できる。迷宮で遭遇する通常のモンスターの他に FOE と呼ばれる死認できるモンスターが存在する。FOE は強力ではあるが、一定の行動様式を持っているので回避することも可能になっている。 モンスター FOE ともに希少個体と呼ばれる光、輝く個体が稀に出現し、この個体は常に最速で行動し、ターン経過ごとに攻撃力が高くなる代わりに取得経験値が多い。迷宮内で獲得できる食材を使用することで HPTP が回復できる所定の位置で調理することも可能。各プレイヤーはそれぞれに冒険者パーティーの情報が記載された。 ギニンテンドー 3DS の背面に配置されているカメラを用いることで QR コードを解読することができる。それによってアイテムギルドカードなどが受信可能になっている。プレイヤーはアルカディアに在住する4つの種族のうちの1つを選び、 種族ごとに定まった職業を選択し、最大5人のパーティーを組んで迷宮を攻略していくこととなる。種族ごとに選べる職業は決まっているが、ストーリーを進めると他種族の職業に転職することも可能となる。第2階層のボスを討伐することで達人になったと認められ、20レベル以上のものは2つ名を名乗ることができる。二つ名は職業ごとに二つ存在し、 それぞれ特化したスキルを習得することが可能となる。二つ目はデフォルトから変更することも可能。口述の二つ目はデフォルト名を記載する。アースラン族大陸の各地に偏在する現実の人間に近い外観の種族。能力値は平均的で耐久力が高い。ルナリア族北方の東土、シドニアを故郷とする尖った耳が特徴的な種族。知力が引い出ている。 肌の色と耳の形状で、ルナリアとダークルナリアに小分けされており、ネクロマンサーはダークルナリア。シドニア装飾と呼ばれる幾何学模様が特徴の衣装を身につけている。セリアン族ヤマトと呼ばれる都市を故郷とする獣のような耳が特徴的な種族。力と敏床力が秀でている。男女で耳の長さが異なり、女性はウサギのような形状をしている。 ウサギを幸運の象徴としており、ウサギを模した装飾を好んでいる。ブラニー族草原を故郷とする小柄な体育の種族。シンボルは共通して風と植物。ネクロマンサーの飼料、ハウンドが呼び出す猟犬や、鷹、ドラグーンの設置する陣地は、戦闘時に合計3体まで召喚することができる。飼料や猟犬と、鷹は戦闘以外でもあらかじめ呼び出しておくことが、 可能で、一ギルドにつき、両剣と鷹は一匹ずつ買うことができる。ソフト本体に加え、次の特典が付属している。世界中の迷宮後サウンドトラックラフスケッチバージョンが特典として付属した。またいくつかの販売店では店舗ごとに異なるオリジナル特典が付属した。クエストやプレイヤーキャラクターの立ち絵などのダウンロードコンテンツが配信されている。 世界中の迷宮 V 長き神話のハテリアル謎解き、迷宮ゲーム、冒険者ギルドの試練が2016年10月15日から11月27日にかけて、東京の瀬が秋葉原秋後と大阪の瀬が南波、アビオンにて、なぞなぞ劇団の主催により開催された。ありがとうございます。